はい、わかりました。それでは、始めさせていただきたいと思います。アパッチカサンドラの最前線ということで、日本カサンドラコミュニティの、からとして今最新の、カサンドラの、状況というのをお伝えしたいと思います。それでは一番最初に、自己紹介の方をさせてください。株式会社インザフォレストの代表取締役を務めている、富田と申します。日本カサンドラコミュニティの一応立ち上げのメンバーの一人で、主に、カサンドラの勉強会であったりとか、カサンドラサミット、カサンドラ、カンファレンス等の、日本での開催というのをホスト、しています。今までに勉強会の方は38回ほど、カンファレンスの方は5回ほど開催させていただいております。で、もともとバックグラウンドとしては、いわゆるデータベースエンジニアとして、運用保守系の方のところから主に仕事を行っておりました。最近はもうシステムアーキテクトとしての設計であったりとか、カサンドラそのもののサポート等というのが主な仕事になっております。経歴としてはですね、グルナビの DBA を、メインの DBA を行っておりました。あとその前に FX のシステムであったりとか、課金システムの管理、開発等を行っていたりします。もともと高負荷大容量、大規模なデータ処理、データ基盤の作り込みを得意としています。すみません。で、もともとは、社会言語学専攻で、意味論を、専攻しておりました。ですので、最近はテキスト解析なんかも、行っております。では、本日のアジェンダです。一番最初に、最近の、アパッチカサンドラ、コミュニティがどういう状態にあるのか、というところと、最新の、リリース候補バージョンである、4.0の、バージョンというところが、どのような、機能を、追加されて、リリースされるのかといったところを、お話しさせていただければというふうに思います。待ってくださいね。では、最近の、カサンドラの、状況を説明するにあたって、今カサンドラ、のバージョン情報が、どのようになっているのか、ここ、5、6年、少し、右往左往したところがありますので、バージョンが多少入り乱れているというところがあるので、そこのあたりも含めて、簡単に解説させていただきたいと思います。現行バージョン、3.x 系という言い方をするんですが、3.11.6というものが最新で、2月、14日にリリースをされています。で、それ以前の、カサンドラのバージョンというのが少し入り乱れていて、今、おそらく一番メインで、いっぱい使われているのが、2.1系と言われる、2014年リリースの、非常に古いバージョンというのが、未だに、割と多く使われているところが多いかなと思います。日本だとほぼほぼ2.1の方、最近だと3.11も増えてきてるんですけれども、2.1系、まだまだ残っているところが多いかなと思います。ちなみになんですが、一応1.21というのが最新なんですけれども、2019年2月が最終リリースとして、エンドオブライフではなくて、緊急のセキュリティパッチリリースというところは残っているんですけれども、基本的にはアップデートされない状態になっています。で、その間の、紆余曲折バージョンである2.2、3.0というのは、
今後、今現行もリリースされて、サポートリリースされていて、2月14日にやはり最新バージョンが出ています。で、今後の話ですが、2.1 に関しては、4.0 が出た、リリースされた時点で完全にリリースをストップいたします。で、3.0 に関しては、6ヶ月間、4.0 が出てから6ヶ月間、一応、バグフィックスサポートというところは、セキュリティバグフィックスサポートというところはリリースを予定しているんですが、まあ、基本的に、リリースはされない前提というふうに認識していただいた方がいいかなと思っています。で、現行バージョンですが、3.11.6 以降の、マイナー、パッチに関しては、セキュリティフィックスと、アップグレード、リリースされている、されていく予定になっています。で、現状、最新版、予定の 4.0 ですが、ですね、2018年9月に、コードリフリーズをされまして、未だにリリースをされておりません。一応、アルファの4までリリースが進んでいて、今月、数日前に、ボートがフィニッシュして、20日までに出すよって、アナウンスがされていたんですが、未だに、リリースをされていないというような、状況になっています。なので、もう少し待つと、4.0 の、α4 が出るかなと思います。で、この後、ベータの、リリースをもって、最終的に RC が出て、最終的にリリースになる予定で、まあ、一応年内とか、2021年前半というお話というのが、まことしなやかに語られています。リリースがいつになるかというのは、ちょっとまだ不明ですね。首を長くして待っているような状態であったりもします。で、最新の、カサンドラの、コミュニティのトピックとして3つほど、挙げました。一番上、大きく書いて、お帰りなさいデータスタックスと書いています。データスタックス社が一時期、カサンドラコミュニティからかなり距離を取っていたんですが、ここ1年ほど、完全に戻ってきてくれて、割といろいろと、コミュニティに関しての、まあ、提供というのを進めている形になってきています。で、最近だと、まあ、議論が始まったというレベルですけれども、アパッチカサンドラ用の、クライアントのドライバー、カサンドラ Java ドライバーのオープンソース版というのを、コミュニティの方に寄贈するという動きが始まっていたりします。で、ここ、半年の動きと、ここ数ヶ月、さらにコロナの影響でっていう、私この、の影響でというところなんですが、コミュニティ、割とオンラインの、動きが非常に強くなっています。コントリビューターミーティングというのがですね、オンラインで、開催されていて、今月1回ぐらいですかね、開催されていたりします。で、サイドコアプロジェクトという、カサンドラの、ユーティリティに関する、プロジェクトというのも、まあ、これも1年以上前ですけれども、始まっていて、まあ、カサンドラをより使いやすくしていこうという動きが少しずつ進んで、きています。というのが最近のアパッチカサンドラコミュニティの動きかなと。大枠で新機能のリリースであったり、アパッチカサンドラそのものの修正みたいな動きがあまり見えないので、あまり派手に動いてないように見えるんですが、ここ2、3ヶ月特に動きがすごい内部では激しくて、非常にいろいろと細かい、なんていうんですかね、見えづらいというか分かりづらい、形ではあるんですけれども、コミュニティというところの動きが激しくなっています。で、ちょうど良い機会というか、ちょうど良いタイミング、特に日本人、日本
をベースに活動している人たちにとっては、このオンラインでの、開発の充実というところはですね、地味に、チャンスかなというふうに思っていまして、もともと一応、オンラインでも結構できたんですけれども、やはり顔を合わせる、合わせないって結構大きかったんですけれども、それがオンラインに移行して、なかなか開発が活発になっているというのは、参加、していただけると、なかなか面白いことができるかなというふうに思っています。ちなみに今、非常にドキュメントを書く人を募集しておりますので、アパッチファウンダーコミュニティのコントリビューターとして、ドキュメントの方を充実させていただければ嬉しいと思います。ちなみに日本語を書いてくれるとさらに嬉しいです。では、アパッチカサンドラの 4.0 というのがどんな機能が導入されてきているのかといったところを解説させていただきたいと思います。ちょっと待ってください。大枠では、アパッチカサンドラ 4.0 では、新機能の追加というよりも、既存の、機能に対して、特に運用面において非常に、使い勝手が良いようにというような機能改善というのがされているのが、現状になります。ほとんど、運用するにあたって、これがあると便利だなと、RDBMS だと今まで、割と、実装されていて、それに対して、カサンドラにはないのとよく聞かれていた、内容であったりするんですけれども、そういうものが、非常に充実して、修正されていったり、している、状態になります。では、まず最初に、Java 11のサポートですね。アパッチカサンドラ 4.0 は、Java 11を、サポートします。基本的には8と11両方ともサポートというのが、メインになります。現行バージョン 3.11 に関しては11をサポートしていなくて、基本的には動かないんですけれども、それを、4.0 の方では、動くようになっています。Java の、いわゆる LTS バージョンですね。それが、うまく使えるようになってきたかなというのが、現行です。ちなみに、マトリックスで、きちっとビルド と、実行も両方、サポートされているんですが、ただ、ですね、Java 11でビルドしたものは、Java 8 の実行環境では、実行できません。なので、もし Java 11の環境を作るのであれば、すべて Java 11で統一させて、していただいた方が良いかなというふうに思っています。いわゆる、OpenJDK のサポート編が、Java 8の方は終了しているのかな確か、と思うので、今後、既存の、他のベンダーによって Java 8も一応バージョン、サポートはされていたりもするんですけれども、今後、新しく環境を作るのであれば、Java 11の環境というところを想定していった方がいい、運用はしやすいのかなというふうに思います。特に、アパッチカサンドラ、実行運用開始されると非常に、息が長い傾向がありまして、未だに 2.1K、2.0K、下手すると 1.0K まで、稼働していて、運用歴8年とか、そういった環境というのもかなり増えてきていたりしますので、そのあたりも一応、想定して現行のバージョンの策定を、していただければなというふうに思います。で、ただですね、カサンドラに限らずですが、各 OSS、Java、例えば Hadoop ファミリーであったりとか、スパークであったりとか、まあ、カフカとか、トムキャットとか、Java で実行される、環境は非常に、多いと思いますと。で、それを単体で使うこともあまりないのかなというところなので、
他の OSS の、Java のサポート状況というところも加味した上で、その環境というのを設計していった方が良いかなというふうに思います。確か Hadoop は 3.4 以上でしたかね。Java 11、サポート。あとは、スーパーアフも、2.6 でサポートしてたかなと思います。というところですね。ここら辺非常にめんどくさいと思うんですが、バージョン互換性に関しては、気にしていただけるとより安定して、実行できるようになるかなというふうに思います。次にですね、これも気の利いた機能かなっていうところでに思いますけれども、仮想テーブル、バーチャルテーブルというものが実装されました。いわゆる、他の RDBMS 系でいうところのシステムテーブルですね。いわゆるクエリで、内部の情報を、取得できるように、なりました。今までは JMX を使うとですね、ほぼほぼ全ての情報を取れていたのですが、割と弊社の方でサポートしている、お客様とかでも、ポートのセキュリティの関係上 JMX を使えない等のお客さんが割といたりしてですね、カサンドラの内部情報が取れないという、お話というのをよくいただいておりました。それが、CQLSH の方で取得しやすくなるので、以前に比べたらデータが取りやすくなるのかなというふうに思います。このあたりはですね、よし、あしの部分で、じゃあ、クライアントを立ち上げて、CQL を実行して取得して、取得したデータというのを、例えば、関数系のツール等に、入れるという話であるのであれば、そういった意味では、オーバーヘッドの方が大きくなってしまうので、でほとんどの関数系のツール JMX サポートしているので、方向性としてはどちらかというと、まあ、例えば、プロメテウスで直接エージェントを入れて、内部情報を JMX から取得するであったりとか、まあ、ザビックスの方でも、JMX をサポートしているのでそちらの方で、取得するのをベースに運用する方がどちらかというと運用はしやすいかなというふうに思います。その上で、例えば障害発生時であったりとか、特定のノードの動きがおかしいというようなところを、調査するといったときに、JMX ですと、内部で一部だけ取り出すとっていうのが、できなくはないんですけれども、少しめんどくさかったので、そういったあたりで取りやすくなるかなと思います。ツールとしてジョロキアという JMX を REST API に変換して、JMX のデータを REST API で取得できるようにするためのツールというものが存在していて、それを仕込んでいくと、割とカールで取れていたりとか、その他方法で取れていたりもするんですけれども、それがより楽になったかなというところが、この仮想テーブルになります。まあ一応これ、一つのテーブルの例を出しておりますが、その他いくつかテーブルがあるので、そこで、情報というのを抽出しやすくなっています。ただしですね、よくありがちなオラクルであったりとか、MySQL であったりとかのシステムテーブルだと、テーブルをジョインして、その中で、ビューを作ってデータを取得するということを、しがちなんですが、カサンドラジョインができませんので、その手のデータ加工というのは取り出した後、何らかのツールを使って、実行するという点を、お忘れないようにしていただきたいのと、あとですね、いわゆる、セレクトコメですね。で、翻訳条件がつかないものに関しては、カサンドラは、例に漏れず、あまり、内部ロジックとしてはあまりいいクエリーではないので、このあたりも、考慮して使っていただければというふうに思います。
まあ、ただ単に便利になったということは、その通りだと思います。次にですね、オーディットログです。オーディットログが、実装されました。ある意味、ようやくだと思います。接続情報に関しての、成功と失敗すべて、取得することができます。カサンドラは、3.xk の頃から一応、ユーザーの、ログイン管理ができるようになっておりますので、いわゆるユーザーの、のかというところを、コントロールすることはできたんですが、監査ログそのものがなかったので、トレースがしづらかったというところがあります。これが、まあ、きちっと、ログとして、保存することができるように、トレースすることができるようになりました。ただ、どこの、データベースでもそうなんですけれども、いわゆるログ系というのは非常に重くなりがちな、仕組みですので、このオーディットログ、一応バイナリーで保存されて、ツールを、使うことによって、データを、取得することができるようになっているという、形になっています。で、CQL の、コマンドそのものも、一応オーディットログの方でも、取ることができるようになっています。どの、クエリーが、実行されているのか、特定のテーブルに対しての、特定のセレクトであったりとか、特定のアップデートであったりとか、そういったものを取得するを、できるようになっていたり、します。そうですね。今までの、ユーザー、弊社の方でサポートしていた、ユーザーさんとかで、このあたりのログを取るために、結局、ですね、カサンドラの通常のログをデバッグレベルというかトレースレベルまで上げないと、取得できなかったんですけれども、そこまで上げて、非常に、そこがパフォーマンス障害を生んでいて、ひたすら重くなっているとお客さん、割と一定数いたんですけれども、で、ポリシー上で変更することができないので、それだけの負荷というのは、許容せざるを得ないですっていうお話というところをよく聞いておりました。で、カサンドラ既存の今までのバージョンのものに関しては、この手の詳細なログを取ることというのは非常にパフォーマンス的にネガティブですので、そのあたりというのをポリシーとして、実行するようであれば、まだリリースされてないんですけれども、できるだけ、4.0 系の方に、を想定していただいた方が良いかなというふうに思います。昔自分も、グルナビに行った時に全部のログを取っていたんですけど、そこの IO の部分、やはり非常にパフォーマンスに影響を与えがちだったので、このあたりは非常に、正規でこういう形ができたのはありがたいかなというふうに思っています。次に、監査ログ、に近いところですが、監査ログの上位バージョンですね。すべての、クエリーログが、保持すること、保存することができるようになりました。機能的には、一緒だと思いますけれども、ただ、保持の仕方が、少し変わってきます。で、また、ファイルベースで、ログが保存されているので、そのあたりきちっと、管理をすることが、可能になったかなというふうに思います。このクエリログも非常に、重くなりがちなので、扱いは、要注意に、なるんですけれども、実際の話で言ったときに、じゃあ運用時どうなのかという話をすると、自分なんかだとやはりデータベースの管理をしていた頃というのは何か障害が落ちた時というのはクエリーログから障害ポイントをピックアップして、ダイレクトにそこの部分直してと、アプリケーション開発者の方に、突っ込みによく行っていたので、
そういったあたりの運用をする場合には、このクエリのログというのは非常に強いかなというふうに思います。ちなみにですね、いわゆるスロークエリログに関しては 3.x 系ですでに実装されております。3.11 では実装されていますので、単純にパフォーマンス障害等を確認した場合は、現行の 3.x 系のバージョンで、スロークエリログというのをオンにしていただくと、取得することが可能です。ただですね、基本的にカサンドラどちらかというとですね、テーブル設計非常に大事ですので、そちらの方できちっとテーブル設計の方をしていただいて、あまり重いクエリを作らないというのが安定した運用というところのポイントになると思いますので、そのあたりも、こういうツールはもちろん非常に大事で、あるに越したことはないんですが、一番メインとなるのはテーブル設計だというところに関しては、ご留意いただけるといいかなというふうに思います。で、次にですね、カサンドラの各ノードに関しての、通信が改善されました。ノンブロッキング IO、という、ですね、非同期に近いんですけれども、完全に非同期というわけではなく、きちっとポーリングをした上で、きちっと、データの通信というのに遅延がないように、という形で、メッセージングのやり取りを行う、仕組みというのが実装されました。カサンドラ、そもそも的に、仕組みとしてはですね、各ノード間の、通信状態というのが非常に素結合で、お互いに、なんというか、緩いつながりしか持っていないというか、基本他のノードのこと全く考えてなくて、他のノードがどうなっているか知ったことじゃないっていうのがカサンドラのそもそもの実装なんですが、それにさらに強化、されたというような感じかなというふうに思います。これによって、よりいいですね、ネットワーク間、ノード間通信の、無駄な、動きというのが減る形になったので、より、パフォーマンス的には安定するようになったかなというふうに思います。で、かつ、ですね、どうしても TCP 通信できっちり、強固な、セッションというのを持っているとですね、引きずられがちになってしまって、プロセスであったり、スレッドそのものが、溜まりがちな傾向があったんですけれども、それもなくなって、より高速に動くようになったというところです。で、次に通信の状態をメトリックスとして、保持するようになりました。なので、その通信そのものがどれぐらいキャッシュされていて、IT リードされていて、それくらいのレイテンシーがかかって、そういったものが、一番最初の、バーチャルテーブルを、と合わせることによって、CQL で、確認することができるようになっています。で、ですね、ここまで、ゆるく、ネットワークというところが設計されていると、最も、硬いと言われているトランザクションである、リニアライザブル、のレベルのトランザクションである、ライトウェイトトランザクションというものがあるんですけれども、これに対してはどうなるかという話が出てくると思います。いわゆるパクソスで実装されているんですけれども、パクソスのアルゴリズムに対しては、それ用のメッセージングのロジックそのものが追加されています。つまりは別ルートに変わったというところです。どうしてもライトウェイトトランザクションを実装してしまう、使用すると、根本的にはどうしても重くなってしまうので、他のメッセージ等も引きずられがちだったところがあるんですけれども、ライトウェイトトランザクションを実行する際には、他の独立した空間で実行されるようになったので、他のクエリのパフォーマンスを落とさずに実行できるようになったかなというふうに思います。ライトウェイトトランザクションはそれなりに改善もされてきているので、カサンドラの特徴である、必要なトランザクション、必要なトランザクションレベルを選択するというところがより柔軟になったというふうに思います。下は非常に緩い、イベンチュアルレベルでの、
コンシステンシーということを、選択することもできますし、一番硬いという意味合いでは、RDBMS でいうところの、4階層のトランザクションの中でいうと、いわゆる他の RDBMS でも実装していないシリアライザブルというレベルと同等レベルの、トランザクションというのを実行することができるんですけれども、その部分というのも、必要に応じて選択することがより、しやすくなったというところになります。で、次ですね、メッセージサイズの制限なんですけれども、これ、よくお客さんのところでありがちなのが、一つの、パーテーション、キーに対してデータをものすごく大量に詰め込みがちという、気づかずに障害発生しやすいというカサンドラの、運用ポイントがあったりするんですけれども、そのあたりで、制限が加わるようになりましたと。よく、そうですね、コンパクションが発生しやすいであったりとか、ガベージコレクションが頻発するとか、その特定のものだけ非常に重いというような、状態が、発生すると、大概が、ある一つのキーに、1ギガとか2ギガとかデータ突っ込まれているたりもするんですけれども、それは、パーテーションごとにデータの転送が発生するので、カサンドラはそれで、データ、システムそのものが不安定になりがちだったというところがあるのが、そこら辺の制限というのが加わるようになって、より最適化されている形になります。まあ、それ以外にも、細かい改善非常にいっぱい、通信に関しては、メッセージングに関しては、改善が追加されているので、本当に 4.0 に関しては、かゆいところに手が届くというのがより強化されたかなという、変更というのがいっぱいあります。まあ、これがために、非常に、テストに時間がかかっていて、リリースされるまでにもう少し時間がかかりそうなんですけれども、リリースされれば、非常に使いやすいデータベースに変わったかなというふうに思います。次ですね。まあ、ストリーミングの改善というとピンとこないんですけど、来づらいんですけれども、いわゆるリペア処理に対して、さらに改善が加わりました。カサンドラは各ノード間において、データの不整合が発生しやすいので、定期的にこのリペアというノード間のデータの状態を一致させる処理を行わなければいけないんですが、それなりにこれが負荷が高くてですね、うまく運用することというところが、カサンドラの安定運用のコツの一つでしたと。で、その中でも特にですね、リペア処理の中で、実際に実行されるのは、いわゆる各ノード間において、正常な、まずキーの状態というのを作って、そのキーが含まれるデータファイルそのものというのを相互ノード間でシンクさせる、データのデータファイルそのものを相互通信を行うことに行う必要性があるのですが、このデータファイルのシンクですね、これが非常に時間がかかっていたというところがあります。必要なところだけ転送するというような、形も、よく行っていたんですが、その結果でですね、必要以上に、データファイルをコピーしてしまうというところも、散見されたところがあったので、それに対して、一括で必要な部分をどんどん、大きいものに関して送ってしまうというところを自動的に選択してくれるような、仕組みが加わりました。これがデータコピーストリーミングという形になります。で、まあ、基本的には実際に、運用を行っていく中で、リペアさん実行そのものが終わっていれば、裏側でどのように動いているか、あまり気にする必要性はないんですけれども、より、安定してリペアが早く終わるというふうに、変わっていってるというふうに認識していただければと思います。
で、リペア処理、今までシリアルで動いていたんですが、これを、キースペースごとの、並列化を行うこと、ストリーミングの並列化ですね、っていうのが行われるようになりました。あと、マルチデータセンターで運用している場合、違うリージョン等で運用しているような場合ですと、それまで、それぞれのノード間でデータの、進行を行っていたんですが、それに対して特定のノードに指定して、データセンター間通信に関しては、必要以上にデータというのを転送しないような、仕組みというのが内部で、組み込まれています。このために、かなり安定して、運用できるようになってきたかなというふうに思います。次にですね、これ日本のユーザーさんは非常に喜ぶのかなというふうに思います。今まで、の、2ノード、停止してしまった時のために、レプリカの数を、多く保持しているというお客さんが非常に多くいました。通常カサンドラ一般的には3レプリカで運用されるんですけれども、5レプリカであったり、7レプリカであったりという形で運用されるお客さんというのが非常に多くいました。これは要するにですね、レプリカの数が増えると、その分、レプリカ分だけデータのサイズが増えるという影響があるので、その分、運用するノード数が増えるという傾向がありました。で、実際ににですね、数百台のノードとか運用していて、ノードが同時に2台停止するという、リスクってかなり低いんですね。で、今までは自分自身もかなり、データベースを運用してきましたけれども、その中で、実際に、2つ同時に、ノードが完全にダウンしてしまって、みたいな時というのは、2回ほどぐらいしかないですね。ハードディスクが同時に2本吹っ飛んだとか、そういったレベルで、2本じゃないですね。厳密に言うと4本、レイド、1で運用していた、MySQL のレプリケーション、マスタースレーブ両方とも同時に飛んだっていうのがいっぱいあるんですけども、そういうかなり特殊な状況でない限り、クラスターで、同時に2個同時に飛ぶとかっていうのはあまりないんですけれども、それでも、いわゆるゼロリスクというところを要求するお客さんが多いので、5レプリカにする、7レプリカにするという運用をされている方が多くいました。で、それに対しての回答がですね、通常は3レプリカで運用しているんだけれども、その特定のノードがダウンしたときのみ、他の、ノード、まあ、いわゆる5レプリカで運用しつつ、そのうち3レプリカしか、通常は稼働させないというような、レプリカの考え方なんですけど、そういったものというのが、実装されました。要するに、データの容量を抑制するためのものというのと、万が一の時のために他でも、ノード、データそのものを保持できているよねというところを前提にした、仕組みなんです。これなんかに関してはもう本当に日本のお客さんがなんか多分、非常に喜ぶかなというふうに、思うような機能かなというふうに思いました。これに関しても、その設定をしてあげると、あと裏で勝手に動くので、より安定して運用できるようになりますよというような、意味合いという形になるかなというふうに思います。で、こんな形で Apache Cassandra の方、の、新機能 4.0、の方を、解説させていただきました。で、最後に、まとめさせていただくと、Apache Cassandra、3.11 あたりが出たあたり、からですね、Cassandra は非常に、機能追加
というよりも、安定性を求めるという形の機能改善というのが、繰り返されています。もうここ5年ぐらいはどちらかというとフォーカスとしては、新規機能追加というよりも安定運用という形に、完全にフォーカスをしていて、非常に、使いやすい、データベースに変貌していっているかなというふうに思います。で、そういった意味での運用面における RDBMS、既存の RDBMS との、差というのはかなり、なくなってきていて、各プロセス、各ノードそのものも非常に安定して動くように、変わってきているかなというふうに思います。このために、データの保持の仕方であったりとか、データの管理の仕方であったりといった内部ロジックが、変わっていたりもするので、内部実装そのものは結構変わっているんですけれども、特に外側から、実際に、見えるところに関してはあまり変わっていないので、アプリケーションに対して、それほど、修正することなく、アップグレードというのが、できるようになってきています。きちっと段階を踏んで各バージョンごとに追っかけてアップデートをしてきているユーザーであれば、ほぼほぼそんなに、修正することなくそのまま運用できるかなというふうになっています。1.0 の頃からもステップアップで、修正していけばですね、プロトコルとかも変わってたりもするんですけれども、介護感性、根本的に非常に強い、データベースなので、そこら辺はしやすくなってると思います。ただですね、5年越しとか、8年越しとかのアップグレードになりますと、さすがに介護感性ほとんどなくなってるので、まあ、古いバージョンからいきなり最新バージョンに上げるというのは、それなりに工数がかかってしまうので、まあ、できれば、少しずつアップグレードをしていった方が良いかなというふうに、思います。まあ、それを踏まえまして、もし、何か、アップグレードで困っている等々っていう話があるんであれば、ご相談いただければ、自分の方でそれなりに対応できるかなというふうにありますので、そういったお話、まあ、困っているようであればお話しいただければというふうに思っています。といった形で、4.0K と最新のカサンドラの情報というのをお伝えさせていただきました。もし、今、大規模の、データベースを運用しようとしている場合、現状、本当に、大きい、データベースに関しては、プロダクトとしては、アパッチカサンドラ、OSS 系に関しては、アパッチカサンドラ一択になってきてるかなというふうに思います。まあ、コスモス DB であったりとか、オーロラ DB であったりとか、ビッグテーブル、ビッグクエリ、ビッグクエリというか、ビッグテーブルであったりとか、いわゆるパブリッククラウド系の SaaS のデータベースと何が違うのっていうのは、それなりにいろいろとお話があったりはするんですけれども、そういった規模で、運用する場合には、そこに普通に対抗できるのがアパッチカサンドラでしかないというのと、あとは、アパッチカサンドラ、Apple であったり、Microsoft であったり、それなりに、ユーザーが非常に強い、データベースでもありますので、安定して使えるように、より進化をしています。その点で、選択するにも面白いデータベースに変わってきているのかなといったところで、話をまとめさせていただきたいかなというふうに思います。以上になります。ありがとうございます。もし何か、聞いてた方でご質問などがありましたら、少しだけ時間ありますので、いかがでしょうか。一応、YouTube の方でも結構な方、合計で、だいたい今100人ぐらいの参加者がおりました。なるほど。オンラインの方が、たくさん結構聞いていただけてますね。本当にありがたいです。はい、この感じですね。そうですかね。はい。はい、この後のパネルにもそのまま、はい、参加します。んですよね。はい。はい、じゃあそこでまた改めて話少し広げていただければと思います。
はい、はい、わかりました。はい、じゃあ、とりあえず富田さんのお話ですね。以上で終わりにしたいと思います。富田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Q&A 一件入ってきました。はい。溝口さん、これは、どうしましょうか。一時的なレプリケーションは急にレプリケーションがオンになってもデータ同期に時間がかかりそうな気がするんですか。ですね、カサンドラのレプリケーションって基本的にそのキー、プライマリキーのキーごとになりますと。なので、テンポラリー的にはそのキーのみしか、他の場所に配置されないので、シンクという形ではないっていうのがお答えになります。このあたりはちょっとカサンドラのロジックの話になるんですけど。この前のセッションのところでも話になりましたけど、やっぱり規模感のキーシステムになると、やっぱりクラスターとかレプリケーションとか要求されるようになってきて、その性能と可用性と、あと運用管理コストのどこを取るのかみたいなのが結構、採用する側悩みどころだと思いますので。そうですね。ピンポイントでなんかできたりとか結構いいですよね。そうですね。カサンドラ、地味に、カサンドラのことが分かって設計した場合って、非常に安定するので、はい、メンテナンスコストが非常に安いというのがあります。そういったあたりで運用はしやすいですね。そうですね。なんかその機能要件満たせるっていう話だけじゃなくて、長い目で見たとき、これ誰が面倒見るんだっけっていう話にも、そうですね。じゃあですね、次のパネルの準備もありますので、セッション1回終わりにしたいと思います。改めてどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。